こんにちは、JBS 武蔵野河合です。今日はですね、千葉県の鎌ケ谷市にある超野球専門店 CV さんに、来ています。今日もですね、中村店長さんに、ちょっと今回スパイクの選び方と、管理方法について、ちょっとお話をお伺いしたいと思います。中村さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。見ていただくと分かるんですけれども、すごく、いろんな、ね、デザインがあったり、いろんな種類があって、結構選ぶときに悩む方多いんじゃないかなと思いますが、はい、なんかこう、選ぶ基準として大事な部分とかを教えていただければと思いますが、はい、まず一番大事にしていただきたいのは、シューズを履いた時のフィット感です。フィット感、はい、はい、あとはそれにこうついている機能、例えばスパイクだったら金具の配置だったりとか、アッパー素材って言って、はい、シューズのこの表面ですね、はい、ここの革の素材、あとはこのソールって言うんですけども、ソール裏側です、はい、ここのソールの形状だったりとか、さっき言った刃の配置だったりとか、はい、そういった機能面で選ぶっていうのも一つですね、はい、フィット感と機能面っていうのは大事だなって思いますね。はい、大きく分けて2つですね、はい、よくお子さんで多いのが、足ってすぐ大きくなっちゃうから、はいはいはい、こうちょっと大きめ選んどこうみたいなってあると思うんですけど、はい、そういうのはどう？若干大きめぐらいだったらいいんですけど、あまりにもやはり大きすぎるとスパイクの中で子供さんの足が遊んでしまうので、そうすると靴ずれの原因になったりします。靴ずれですね、はい、よくあの靴がきついから靴ずれを起こしてるっていう認識は皆さん持ってらっしゃるんですけど、実はその逆の方が多くて。あ、そうなんですか。そうなんですよ、靴があまりにも合ってない、大きすぎて中で動いてしまうんで、それで擦れてしまって靴ずれが起きてるっていう場合もかなり多いです。なるほどです、はい、ただぴったりっていうのも実は良くないんですよ。あ、そうなんですか。ぴったしすぎてもダメって。逆にこうスパイクが曲がるときに逃げ場がないので、つま、はい、先にこう爪の先が当たってしまって痛いとか、できれば足の実寸っていうのを測っていただいて、はい、その実寸プラス 0.8 から1センチぐらいって言われてるんですけども、実際測ってみましょうか。あ、測れるんですか。はい、じゃあここの上に足を乗っけてください。はい、で、かかとを後ろつけていただいて、はい、はい、まっすぐ立ってください。立つんですね、はい、立つと足ってこうベチャって潰れるんで。あー、そっか。それが実際のサイズになります。今実際の足の長さなんですけど、25よりちょっと超えるぐらいなんですね。なので、野球のスパイクとかトレーニングシューズとか選ぶ際は、はい、これプラス1センチぐらい、26もしくは、はい、例えば幅がちょっと狭めのメーカーさんとか、はい、甲の高さが低いメーカーとかもあるんで、はい、そういった場合は 26.5 とか、いつもね迷うんですよ、はい、26か 6.5 でいつも迷ってます、はい、でそのメーカーさんによってどっちか変わるんですよ、はい、変わります変わりますっていう感じなんですね。はい、感覚的にはだから多分合ってると思います。あ、それはそうなんですね、はい、ちょっと皆さんもあの知っとくといいかもしれないですね。自分の足の実寸サイズプラス 0.8 から 1cm ぐらいっていうのが目安です、はい、あとはメーカーさんによってその幅の狭いとか、はい、甲の高さとか変わってくるのかな、はい、ってことなので、はい、まあ実際履いてみると分からないです。そうですね、はい、なるほど。CV さんに来ていただければあの実際測ってくれるんですね。はい、もちろんです。はい、わかりました、はい、ありがとうございます、はい、足の幅をウィズっていうんですけども、測位を測ってあなたに合ったウィズをご確認くださいと。ここまで測るとかなりシューズ選びに関しては、間違いが少なくなるんじゃないかなとは思います。足の長さに対して例えば25センチの子で足のこの側位ですね、周りが249ミリだった場合はこの子は 2E のシューズを選ぶといいですよということになります。こういう幅と、はい、じゃあ実際にスパイクをいくつか見ていきながらソールの部分とかの違いをちょっとですねご説明していただきたいと思います。はい、はい、例えばですね、これワールドペガサスさんで出してるスパイクになります。で、このソール結構昔からある刃の配置になってるんですけども、この刃の場合は、結構ピッチャーとかに好まれる傾向が多いです。なんでかっていうと、投球動作入ってガッて踏み込んだ時にここの前足の刃が突っかかりすぎちゃうとうまいこと体重移動できない、こういう状態になっちゃってるんです。ある程度少しこう滑りながらグッと前にかけれた方がよりボールに勢いが伝わりやすいっていうことがありますので、プロの選手なんかでも
結構こういうソールを未だに好んで使われる方っていうのはいらっしゃいます。基本的に刃が多い方がグリップされるってことですか？はい、そうです、グリップ力が高いです。はい、その革とプラスチックっていうのは機能面の差っていうのは、はい、あ、ございます。革の方がよりやっぱり足への馴染みっていう面でいうと優れてます。ただ、まあ、グラブと一緒で適切なお手入れが必要になりますので、お手入れしてないとすごい湿気を吸ってしまったりとか重くなりますよね。はい、あとここパリッと割れてしまったりとか。そうですね、はい、雨の日とかね、そのままにしといたら、はい、多分乾燥して割れちゃったりしまいますよね。はい、まあ、そういった心配がないのがこういうウレタン底ですね。最近はこっちのウレタン底の方が結構主流にはなってきてます。手入れが簡単といえば手入れ簡単ですし、あとはウレタン底でも非常に軽いスパイクが多く出てますので、こっちの割合がかなり増えてはいます。なるほどですね、はい、バッターとかだったら刃が多いかったりとか、はい、ウレタンの方が向いてるますかね、はい、そうですね、刃が多い方がいいっていうのはあるかもしれないです。ただあとは革底はやっぱり自分の足の感覚っていうのを感じやすいので、なるほど、バッターによっては革底の方が好きっていう方もいるとは思います。多分これ革だからすごいしなりやすさありますよね。最近出たんですけど、スタッドスパイク、スタッドスパイク、金具よりも軽くて、はい、まあ、金具に比べて足への負担が少ない、なおかつグリップ力も耐久性もかなり優れたものがあるので。なるほど、これ今菊池選手が履いてるのかな、はい、そうですこれありますね。実際菊池選手が使ってた、すごい、結構ポイントの数が多い、ね、そうですね、はい、あとは外側についてます。あ、外側についた方が横の踏ん張りだったりとか安定感につながるので。なるほど、はい、僕が現役の頃まあ紐しかなかったんですけど、今見るとあのベルトのタイプと結構出てるんだなっていうのを感じて、はい、その辺の違いはありますか？まあ、ベルトの方がよりお手軽というか簡単にこう着脱が可能ですので、はい、そういった面では優れてるかなというと、あとは紐はまあ一つ一つでこう締め具合っていうのを変えられますので、よりフィット感高く装着することが可能かなとは思います。なるほど、はい、必ずシューズってかかと基準で合わせてもらいたいですよ。かかと基準、かかと、はい、よく親御さんで足前に詰めて、で後ろのこの指何本入るからっていう選び方する方いるんですけど、 ありますね、はい、あれもう全く意味ないので。あ、そうなんですか、はい、必ずかかとを後ろに合わせて、かかとついた状態で、ここがどれぐらい、前がどんぐらい余ってるかっていう選び方をしてください、はい、ちなみにどれぐらいの感じなんですか？まあ、さっき言ったあの1センチぐらいですね。1センチから0.5、はい、そうですね、はい、ここはちょっとこうあるかな。そうです、そうです。靴選びって野球って数ある道具があるんですけど、その中でも僕はかなり重要な方だと思ってて、プロの選手なんかでもシューズ選びに関してはガチらしいです、ね、アマチュアの方はでもまだまだここの意識っていうのが低いので、もう土台になるんで、これがやっぱりしっかり選べないと、その上グラブだったりバットだったりって いくらいいの使ったってうまくはなりにくいので、はい、スパイクのちょっと管理法について、はい、お伺いしたいんですけど、はい、まずはまあグラブと一緒でやっぱり汚れをしっかり落としてあげるっていうのが大切かなと思います。はい、汚れを落として使った後ですね、はい、保管する際には形が崩れないようにしてあげるっていうのも大切なポイントかなと思います。汚れを落とすことと形が崩れないようにするってことですね、はいはい、まあ、ブラシだとこういうフィニッシングブラシっていう、まあ、さっき説明したアッパーですね、靴の表側、ここのところを磨いてあげるブラシ、汚れを最初に落とすってことですね、はい、あとは金具のちょっとこういった三角のところのこの中に入り込んじゃったやつとか、そういったのを落とすためのこの金属ブラシっていうのが出てます、はい、はい、この金ブラシっていうのでガリ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 こすってあげると、はい、はい、あの汚れを落ちとか泥を落とすってことですね、はい、はい、で、ここのここをキープしたいときは、うちなんかだとこれをおすすめしてます、デオドラントシューズキーパーっていう。デオドラントだから匂いも大丈夫とかですかね？そうです、そうです、あの消臭機能もついてますんで、うん、これをちょっとこう曲げていただいて中に入れていただくと、そうするとこの形が、ここが形もキープされて、なおかつ匂いも取ってくれるという一石二鳥のアイテムです。いいアイテムです、はい、実際ここの汚れはこれ落とした後はなんかこう、はい、グラブみたいにかかオイルみたいな、これ人工皮革シューズ専用の汚れ落としですね、はい、ジェルっぽいタイプになってるんですけども、これで汚れを落としてあげると、つけて布で拭いていく。そうですね、はい、あとは例えばツヤを出したい場合なんかはこういう
スパイクリキッドっていうスパイクの着色ツヤ出しって書いてあるんですけども、黒の、そうですそうです、はい、ちょっと例えば試合前とか気合いこうツヤを出してとかっていう場合にこんなんで出てあげるといいと思います。あとはこういう起毛角スプレーっていうヌバックタイプのスパイクなんかも今出てるので、ヌバックだね、はい、ちょっと毛足が長いやつですね。あと中のソールも重要だと思うんですけど、はい、そうですね、足も痛くなっちゃうしパフォーマンスもやっぱり落ちてしまうとは思います。はい、ソールも別売りでしてたりますか？あ、あります、こちらです、こちらす、あ、すごいありますね、はい、割とうちなんかでおすすめしてるのはこの BMZ っていうところが出してるインソールなんかおすすめですね。こんなんですね。大きなポイントとしてはここですね、ここの部分、この立方骨っていうのを支えてあげるっていうインソールになってます。ここをしっかり支えてあげることによって人間のこの土踏まずの部分、アーチですね、はいはいはい、このアーチをしっかり形成しやすくしてあげるっていうのがこの BMZ のインソールなんです。よく疲れてくると土踏まずのところがベターっと落っこってくるんですね、はい、そうすると体のバランスだったりとか、うん、そういったのが崩れてきてしまいますので、はいはい、そうするとやっぱりパフォーマンスも影響してきます、うん、穴開いてるインソール履いちゃってると思います、はいはい、そういう子はこういう風にちょっと定期的に変えるといいかな、その方がいいと思いますね、はい、わかりました、はい、ありがとうございます、はいはい、今回スパイクの選び方と、まあ、管理法についてお伺いしました。大事なポイントやっぱりちゃんとフィットしてるかっていうのを、はい、まあ、実際お店でやっぱ履いてですね、プロの方に見ていただいて選んでいくのがいいのかなっていうふうに思いましたね。はい、はい、でまあ、あと裏の形状とかも今いろいろ種類が出てるので、はいはい、まあ、これも相談しながら、まあ、自分のタイプとか、はい、まあ、ピッチャーね、だってポジションもあると思うので、はい、それによってちょっと選んでいただければいいのかなと思います。はい、はい、今日は本当にありがとうございました。ありがとうございます。